ヨーク公爵プジンセラ、1959年10月15日帯はヨーク公爵アンドルー王子の元プジン。愛称はファーギー。聖婚パレードロンドンでロナルド・ファーガソン陸軍大佐と最初の妻スーザンの娘として生まれた。ハンプシャーの農場で育つ。結婚前は広告会社にて勤務。1986年7月23日に アンドルー王子と結婚、ベアトリスとユージェニーの二女を設けた。1992年、セーラが起こしたスキャンダルが原因で、夫妻は別居した。アンドルーが、軍務や公務で留守中に、複数の男性と交際していると報じられたためである。同年夏には、タブロイド誌に掲載された、プールサイドで判断のまま、男と抱き合う隠し撮りされた写真が、 夫妻の関係にとって致命的なものとなった。1996年5月30日に正式に離婚した。離婚後はニューヨークに移り、ダイエットに苦しんだ経験から、ダイエット本や商品に関わったり、児童福祉のボランティア団体のスポークスウーマンとして活動している。現在は経済的にもイギリス王室から自立しているとしていた。しかし二0 1年五月、 イギリスのタブロイド紙、ニューズ・オブ・ザ・ワールドに、同元妃が離婚したアンドルー王子に合わせるとして、多額の紹介料を要求していた疑惑が報じられた。元妃の代理人は、メディアの取材に対して、その事実を認めた上で、非常に申し訳ないことをした、経済的に問題を抱えていたと釈明した。セイラの称号及び継承は以下の通りである。父方の先祖に、 初代リッチモンド公、チャールズ・レノックス、第6代バクルー公、ウィリアム・モンタギュル・ダグラス・スコットがいる。さらに遡ると、1685年に、ジェームズ2世に対して反乱を起こした、モンマス公、ジェームズ・スコットがいる。モンマス公は、チャールズ2世とその愛称ルーシー・ウォルターの子である。また、チャールズ2世と別の愛称クリーブランド公爵夫人、バーバラ・パーマーの娘、 レディー、アンパーマーの子孫でもある。現王室のウィンザー朝との関係としては、父方のひいバである、マリアンルイーザ・モンタギュー・ダングラス・スコットが、ジョージ5世のサンラン・グロスター公ヘンリーの夫人アリスと、十姉妹同士の関係にある。また、ダイアナ元妃の登園の親戚でもある。共通の先祖に、初代アバコーン公爵ジェームス・ハミルトンがいる。まず初代アバコーン公の娘、 ルイーザ・ジェーンの子孫が、セイラの父親のロナルド・ファーガソンである。そして、初代アバコーン公の息子、第二代アバコーン公の子孫が、ダイアナ妃の父親の、第八代、スペンサー・ハクである。近いところでは、ダイアナ妃の姉、ジェーンの夫ロバート・フェローズとセイラの父親の、ロナルド・ファーガソンが重慶帝同士である。アメリカのヒップホップ、R&B 歌手。 ステーシー・ファーギー・ファーガソンがザ・ダッチェスというタイトルのアルバムを発表したとき、セーラを連想する名前が使われていることからセーラはマスコミに感想を求められ、同じファーギーよね。私と同じ名前を使ったんだから、あなたには私の支援団体チルドレン・イン・クライシスのコンサートで歌ってもらわなくちゃ。と発言した。ファーギーはこの提案を了承し、ロンドンとニューヨークで行われた2つの チャリティーコンサートのステージに立った。ありがとうございます。